国際社会が強い決意を持って北朝鮮に対して、これまでにない強い圧力をかけていかなければならない。お願いいたします。トランプ大統領がツイッターで、ですね、北朝鮮と取引する国との貿易停止を検討しているということに言及されていますが、こうした発言は昨日日米首脳会談で言及があったんでしょうか。大統領の発言というのは、今回の北朝鮮の貿易は見過ごすことができず、国際社会が強い決意を持って北朝鮮に対してこれまでにない強い圧力をかけていかなければならないという大統領の認識を示したのではないかというふうに考えています。まあ、いずれにしろ米国、韓国、さらに中国、ロシア、こうした国々とですね、連携をしながら、北朝鮮にどのような圧力を強化していくことが最も効果的であるかという観点からですね、行動をし、そうした北朝鮮のこの今日の政策を変える、行動を変える、そのためにはこうした国際社会全体の圧力が必要だと思います。日本への放射性物質の影響ですが、その後も異常値は検出されてないんでしょうか。我が国への放射線の影響を把握するために、関係機関が連携して放射線モニタリング今実施しています。現在までのところ日本各地に設置されております。このモニタリングポストでは特別な変化は確認をされてない、このように思ってますし、昨日航空自衛隊の飛行機により採取した航空、まあ、空のですね、そうした大気浮遊陣からも特別なものが検出されています。そういう報告を受けています。